8月14日コロンコロンになってきました。一頭前から出てくるので塀をちょっと高くしました。最初が 10センチでその次が14センチかな。ああ、お母さん立ち上がった。子供たちゴロンゴロン。よし、母犬たちは全員隣の部屋にトイレあるのでそこでトイレさせています。1日3回も4回もさしてるわ。元気な子になりそう。まだ値段決めてないんだけど、うちにも男の子一頭女の子一頭残そうかなと思って考えてます。まあ男の子はまだ分かりませんが、女の子はこの中の大きい子を残そうかなと考えています。やっぱり女の子は 2.5 キロ前後あった方が心配ないしね。お産もやっぱりある程度のサイズあった方が安産だし、小さいとやっぱりねちょっとお産も心配だし、それでちょっと大きめの子を残そうかなと思って考えてます。1ヶ月ぐらいするとね、顔出しも分かってくるから。それじゃまた。